はい、お疲れです。えっ、ー、と、今日の新日本の行楽園ですね。えっ、ー、と、これも現場行ってきてましたんで、えー、現地メインの感想ですねこれ。僕の裸、監修が1000人ちょいと予想しておきます。まだ人数見てないんですけども、多分1000人ちょいかなっていう裸感覚ですね。はい、というわけで、えー、ここから試合の感想ですね。第1試合が TJP ラとベローシティーズ。 はいえー、とこの試合の感想でまずこのベロシティーズの印象昨日もこの2人試合あったんですけども僕寝落ちしちゃってちゃんと見れてなかったんで今日ようやくじっくり見れるっていう感じだったんですよねで今回の試合見て思ったんですけども動きとかやっぱり綺麗なんですよねこの2人って確かオーストラリアのプロレス団体から来てるらしくて確か実況でも言ってたんですけど ロビー経由なんかロビーの影響を受けてみたいな、なんかそういうことを言ってたような気がするんで、だからまあロビー紹介かなっていうふうに思うん,思うんですよね。だからそのロビーの影響もあってか、なんかやっぱ動きとかも綺麗なんですよね。ただ、ところどころで大事なところで、技のちょっと当たりが浅かったりして、親って思っちゃうところがあったんで、多分まだ年齢的に若いと思う,思うんで、ある程度キャリア積んだら結構化けそうかなっていう感じするんですよね。 今日ののフィィニッシュもシュュもーーティングスター式 DDT。あれも完璧に決まってたらすごかったと思うんですけどもちょっと当たりが浅くて微妙な感じで終わったんでまあこの辺もキャリア積んだらそれなりに完成するのかなってそ,そういうのを思ったっていう感じですね。はい、であと TJP なんですけども今日の試合と昨日の試合を見て思ったんですけどもやっぱ TJP ってねジュニア戦線でやってるとすごくかっこよく見えるっていう。 そんな感じなんですけども、ただ、ヘビー級戦線で戦っちゃうと、あれちょっと TJP 滑ってねっていう、うん、なんかどうしてもそんな印象になるんですよね。ジュニアで戦ってるとね、なんかすごいかっこよく見えるんだけども、ヘビー行くとね、なんかいまいちに見えちゃうっていう、そんな感じは思うんですよね。ただ上半身がだんだんと分厚くなってきてるんで、これ来年あたり本格的にまたヘビー行くとかそういう感じになるんですかね。はい。まあ、っていう風な感じでしたね。はい、以上です。 で次が4トラ組とコナーズモロニこれ特に何もないっすねあの眠りのプータにはならなかったんで最後まで見てたんですけども特に何もないっすねはい以上ですはいで続きまして櫛田ケビンナイト第忍者マック DKC えっ、ー、とこの試合の感想はまずねこの DKC 僕ね前もちょくちょく言ってたんですけども何回見ても僕はねこの DKC の 良さっていうのが全くわからないそんな感じなんですよねこれ確かに去年のジュニアタックリーグの時も全く同じこと何回も言ったかなって思うんですよねうん本当ね DKC ってねこの DKC の良さ DKC の強みって何なんだろうなっていう毎回その疑問が出るっていうねそんな感じですねだからこのチームって忍者マックはバンバン跳ねて忍者マックは目立つけどもでも DKC の良さが全くわからないからこのタックチームだと 忍者マックの良さがあんまり光らないないいいっていう感じは思いました、ねまあ言ってもこのチームって急遽土壇場であまりもんで作った感が満載なんで、まあ、本格的に売り出すつもりは全くないんでしょうけどもなんで今後の長い目で見た時に僕忍者マックのパートナーは田口隆介田口忍者マックでいいのかなっていうそれは思いますね多分田口隆介だったらね忍者マックをとことん光らすことができるんじゃないのかなっていうふうに思うんでまあこれは忍者マックが 今後継続参戦していくっていうことを前提で考えた時なんですけどもそうなったらやっぱ田口忍者マックかなっていう感じですね今田口さんはドラゴンダイヤと組んでますけどもドラゴンダイヤは多団体選手なんでやっぱり組める期間って限られちゃうんでそんなに頻繁に組めるわけではないんでなんでこれから先の忍者マックのパートナーは田口龍介でいいのかなっていうはい僕はそう思いますはい以上ですはいで続きましてノブオジショウと田口ドラゴンダイヤ えとこの試合の感想は、いや、やっぱり、田口隆介のこのヒップアタック、このケツムーブはね、いいっすねあの。不快な気持ちにならないですよね、この田口さんの、この田口劇場って。これ結構言ってるんですけども、同じこのケツ部門で言うと、僕、男色先生とかダメなんですよ。あの、ケツ出しの本業の方々になっちゃうと、結構えぐいんですよね。で、あと、ちょうど昨日、えっ、ー、と、洋が、 TJP とかこうアキラにこうキスをしたりとかっていう僕ねあれもちょっとあんまり得意な分野ではないんでうんちょっと何とも言えないっていう気持ちになっちゃうんですよね。 まあ、ケツ出したとかそういうわけではないんで、ちょっとジャンルは異なるかも,るかもしれないですけども、なんでそれらと比べていくと、やっぱり田口隆介のケツムーブって、なんかやらしい感がないんで、もう大人から子供まで誰が見ても大丈夫だよねっていう、なんかそういう感じはするんで、まあ、教育テレビ向けなのかなっていう、うん、そんな印象っすね。はい。あの、今回のリーグ戦で取り入れてる、あの、ドラゴンダイヤがカンパーナやって、それを振りっ式で、 田口のケツに当ててくるムーブあれなかなかかいいっすねであの構えに入る時に田口竜介は無駄にアクロバティックに好転をしてフォーメーションを作るっていうあの好転からのケツを突き出すっていうあのねあのギャップがねまたいいなっていうねそんな感じですね。はいまあ、っていう風な感想とあと個人的に気になったポイントが。 ドラゴンダイヤの円髄切りを受けて1回転するノブオジいやいやノブオジよ円髄切り食らって1回転受けてどういう原理だよっていうねなんかそんなのを思ったっていう感じですねはい以上ですはいで続きまして注目のタックマッチザック大岩対高木辻いやこれ何気に注目なんですよねえこれ勝敗どうなるんだっていうそんな感じなんですよねだからこのカードってね 何年か前の新日本だったら、これメインイベントでやってきてるよねっていう、なんかそういう感じのカードなんですよね。まあこれ試合取られるのは大岩になりそうだなっていうイメ,イメージはあったんですけども、もしくは大岩が辻から丸め込むのかなとか、なかなかこの勝敗の結果がね、気になって注目っていう感じなんですよね。はい。で、この試合はまあ、ザックと高木の前哨戦。で、あとは辻と大岩の遭遇。 で最終的には大岩が取られるっていうね。辻からジーンブラスターでフォール取られるっていう。なんか去年もこれと似たような展開だったんですよね。ちょうど10月の両国で凱旋した上村と真田が組んで、内藤辻っていうタックマッチが大阪府立で組まれて、それも結果がなかなか読みづらかったけども、結局辻が上村から抑えるっていうね。 なんか今回もそれと似たような感じってとこでしたね。まあ確かに結果を見ると、ああそうだよねっていう、うん、そんな感じは思いましたね、うん。ただ最後の負け方も、高木をラリアットで投げ倒してからの、後ろを振り返った時に辻のジーンブラスターで取られるっていう、なんか意表疲れて吹い疲れたから負けましたみたいな、なんかそういう印象をつけてきたような負け方だったなっていう感じでしたかね。はい。 はい。で、まあ、今回の結果を受けて、まあ、大岩の格って、現状はまだ A ランクにはいってないなっていう、まあ B ランクか B プラス、まあこの辺かなっていう感じっすね。で、こっから徐々に大岩の格が上がってって、来年の G1 が終わったあたりには、もう A ランクになっていそうだなっていう、そんなイメージは持ちましたね。はい。まあそんなところっすね。 はいで次がセミファイナルロッキー y v s 石森ロビー X この試合の感想はいや石森のファイヤーバード久々に見たけどもいやき綺麗でかっこいいなっていうねそんな印象っすね。 さすが昔フィニッシュホールドにしてただけあって石森のフォームはすごい綺麗だなっていうねそんな感じでしたねこれ新日本に参戦してからはあんまり出してないんでレアっちゃレアな技なんでまあある意味ちょっと今日は貴重だったかもしれないですねはいまあそんなところですねで試合内容の部分なんですけども昨日の後楽園のセミファイナルがすごくてまあ昨日はもうセミとメインどっちもすごかったんでもしかしたら今日の後楽園も 昨日と同様な感じで、セミとメインイベントはもう決勝戦、タイトルマッチ級の超白熱のシーソーゲームなのかなっていう、そういう期待あったんですけども、結果的に今日のセミファイナルって悪い試合じゃなかったんだけども、あ、まあ、こんなもんかっていう感想で終わってしまったっていう、そんな感じでしたね。はい、ま、あそんなとこですね。はい、以上です。はい、で、最後にメインイベント。 藤田ロビーイーグルス対ヒロム武士、はい、この試合の感想は、このメインイベントもさっきのセミファイナルと同様に、昨日の後楽園のセミメインがすごかったから、多分今回のメインイベントもすごい試合になるんだろうなっていう、そういう期待値を持っていたんですけども、でも最終的な感想は、おお,おこんなもんかっていうね、はい、どうしてもそんな感想になっちゃっていう感じですね。 だから昨日の後楽園のセミメインがすごすぎて僕の中で勝手に今日の後楽園のハードルが上がってしまったっていう感じなんですよねやっぱ昨日はねすごすぎたんであなるほどな今年のジュニアタックリーグは後楽園2連戦ともすげえ試合をやる日なんだなみたいなねなんかそういうのを勝手に思ったんですけども今日はやっぱり昨日ほどではなかったなっていうそんな感じだったんでまあ最終的に僕の思った印象としては ちょっと期待しすぎて正直すまんかったっていうね。うん。まあそんなところっすね。はい。で、最後、藤田くんがジャパニーズレックロールクラッチで、えー、武士からピンフォールですね。で、試合終わって引き上げるときに、えー、藤田ロビーでリングサイド、そして後ろの南側の通路を、えー、こうファンと触れ合って退場していくっていう、いわゆるこのザックムーブっすよね。ザックと同じような え試合後の引き上げ方を藤田とロビーもやったっていうそんな感じですねでセコンドについてたザックも後ろの北側の方でこうファンの中に飛び込んでいったりとかねすごくいい空気感でしたねうんだから TMDK ってメインイベントで勝つとザック以外でもこうやってファンとこう触れ合って帰っていくスタイルなのかなっていうねうんあこれすごくいいなって思いましたねはいまあそんなところがえ今回の 甲羅県ホールの感想でございましたはい、以上ですはい、まあ、てな感じで結局最後に何言いたかったっていうとこのシリーズの新たな楽しみ方の一つとしてこのシリーズの最終戦大阪を迎えるまでに残り4大会ありますこの残り4大会で海の翔太は真田からコメントを引き出すことができるのかここもこのシリーズ注目のポイントになりましたってこと